提出、王室御用達は、ザインペリアルイーグルの表示を許されている皇帝。王越県御用達の紋章オーストリア・ハンガリー、帝国提出、王室御用達とは、オーストリア・ハンガリー帝国期のウィーンの、オーストリア提出か、ブダペストのハンガリー王室へ、商品やサービスを提供している業者に許された、提出、王室との取引を公に示すことができる特権である。 この特権は通常の公式文書であり、業者はその事実を宣伝し名声を得ることができた。この特権を得るために多くの業者が申請を行い、その申請には何年もかかった。御用市は会社のレターヘッドや製品に相当の和紙の紋章を表示することで示された。紋章の下には大抵、キロケイホーフリーフェラントのフレーズが表示される。 オーストリア・ハンガリー帝国の場所に応じて、ポーランド語で、セ・アイ・ r アール、リットル・ダ・ストー・カ・ドアー、チェコ語で、C ・ア・ k デ・ボル・ニ・ド・ダ・ビテル、イタリア語で、フォーナト・ア・ディコルテ・イン・パー・リー・リアルのように現地の言葉に改めることもできた。当初は、会社等を所有する個人に与えられるものであったが、後に、会社自体に与えられるものとなった。KUK ・ホーフリー・フェラントは、 前提室、王室への仕入れ業者へ与えられるものであったが、後に皇帝や皇后の個人的な仕入れ業者に贈られる、より上位のタイトルが与えられるようになった。ありがとうございます。